わかりました。すいません。少々お待ちください。はい。はい。はい、ね。まあインド映画ダンスじゃんは確かにあの日本に来る有名なインド映画はダンスが売りなのが多いんですけど、はい、割とそうじゃないサスペンス系の映画もあるよっていう。そのスペシャル26ってやつは実在のあのもともと存在した事件の話なんだけど、はい、あのね税務署を語って差し押さえをしてで持ってかれた後に実はあの人たちが強盗だったってわかるっていう実在の事件が元になってる。でその脱税をしたっていうので行くところもその大臣とか要は差し押さえられたっていうのがニュースになったりすると困る人だから、うんうん、警察に届けなかったりするのよ、うんうん、警察に届けて大事になるとそもそもお前なんでその金持ってたのっていうことになっちゃうので届け出自体も出さないみたいなのがあってでそういう強盗団がいてその強盗団を捕まえようとするその本物のその捜査官とまたその要はあの強盗団はまた偽物の捜査官を名乗ってお互いにこうわしゃわしゃ戦うっていう感じの実話がベースの話なんだよ。結構面白かったですよ。わかりました、はい、じゃあその方見つけたので読み上げさせていただきたいと。あったんだ、はい、はい、いきます。